鈴木さん一話目、激動山対木村も最高、鈴木みのるさんのコメントを振り返りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一話目です。えー、鈴木みのるさん、はい。聞き手は長野影広さんで、うん、キャッチがですね、はい。最初は綺麗な試合なんですけど、だんだんとぐちゃぐちゃになってくるんですよ。返すことも嫌になっていったんじゃないですか。そういう時ってイライラが募ってくるんですよ、というキャッチですね。ううん、うんうん。ちょっと興味深いですね。 はい、もう早速読んでいきますはい。これタムちゃんストップかけてくださいねははい、はい。俺は直接教わった人でもないし知っている人でもないんであえて力道山という呼び方をさせてもらうけど、うんうん、この人はもっと相撲っぽいイメージがあったんですよ、うん、でも全くないですね途中のサバ折りの体勢のところもこれは相撲の組手ではないです相撲で言うと右四つになるんですかねでも手のクラッチが完全にレスリングのクラッチ うん、インディアングリップですね、うん、だからこれはアメリカに行って力道山が覚えてきたんじゃないですか、うん、その体勢からの投げも普通にうまいです試合ののののの最初の方の腕を取っての投げとか相撲の匂いいが全くないですねぶっちゃけ俺が知っている相撲上がりの選手には明けぼの浜、安田忠夫、天竜源一郎とか言いますけど基本的にああいう回転 ダブルリストロック投げのように自らマットの上を回転する動きという格好書きがあります。基本的にああいう回転をあまりしないですね。それは相撲の足の裏以外はついたら負けっていう元々のものがあるのかなって。これは相撲出身のレスラーに共通して言えますよね。相撲出身の人でも受け身はやっているうちに覚えていくんで、後ろ受け身なんかはやるようになるんですけど、ああいう回転ができるというのはレスリングの動きなんですよ。 それに力道山がフロントネックロックをやる場面が何回か出てくるってことは道場でガチンコやってる時もそれで取ったりしていてきっと得意技だったんじゃないですかね、うん、アームロックとかよりも腕の力もあったんでしょうしねあれだけ太いんだからまあ正直純粋に試合のみを見た感想はいい試合でも悪い試合でもどっちでもないです木村正彦は何もしてないんで うん、何も自分から攻めてないんでわからないですこの映像だと、うんうん、だって足払いして抑え込むとかもなかった、うん、ちょっとこの辺で一回区切りましょうかうん、うん、はい面白いですねリキドゾーンの動きはまあレスリングの動きでもあるとサバ折りの時にも、えー、手のクラッチがインディアングリップだった、うんうん、いわゆるアームロック、えー、自らこら後ろに倒れ込んで投げるこのアームロック からの投げにしてもこれは相撲の動き相撲上がりの選手にはなかなかない動きであると。ははは、うん、ははは。でフロントネックロックもやる場面が何回か出てくるっていうことは道場でガチンコやってる時もそれで取ったりしていたんじゃないかとだからとっさに出てくるんじゃないかという見立てですよね。いかがですか まだそこまでこう引っかかる感じは、ね、あ、そうですか。はい。じゃあ、もっと読めっていうことですかね。<笑><笑>はい。あ、そうですか。はい。えど,ど,どうしますいやいや、そこは、あの、田村さんが <laughs> 決めていただきたいんですけれども。はい。はい、いや、あのー、 僕、タムちン、タムチン、タムチャンストップ、はい、をかけろとおっしゃったので、はい、あ、そうか,そうか、うん、そうか、かけるまで止めるなということですね。そういうことじゃない大変失礼いたしました。はい、<laughs> いや、どっか気になったことあったのかなと思って。いやいや、このままこう読んでていいのか、読んじゃいけないのかっていう、このタイミングがなかなか難しいんですよ。えっとね、鈴ちゃんちょっと割と長くて、はい、僕が興味、ちょっとちらっとパッと見た感じでなんか、はい、パンクラス、その、えっ、ー、と、パンクラスの話だったり、UWF、うん、の話だったり。はい そうですね後からよく出てきますねそこはお話できるかなというところでこれ力道山対木村雅彦戦のお話ですからそこはそこであの語っていただきたいんですけれども、うん、まずはこの、えー、序盤ですね、うん、鈴木るさんのコメントの序盤、うんまあ、相撲上がりの選手には見えないレスリングの動きができているとじゃあもうこの続きいっちゃいますね、はい え試合自体綺麗な試合ではないですよね最初は綺麗なんですけどだんだんとぐちゃぐちゃになってくるんですよ最初はお互いに技をやられて返してという展開が続くんですけど返すことも嫌になっていったんじゃないですか、うん、そういう時って綺麗に試合が進まないことでイライラが募ってくるんですよ映像にカットされている部分があるんでわからないですけど 終盤に力道山がフロントネックロックをやって膠着状態になってますよね、うん、決めるわけでもなく木村雅彦も反撃するわけでもなく、うん、そこから変な空気が流れ始めてますようん、うん、そのシーンの前後にカットされている何かあったかもしれないですね、うん、もしかしたら力道山は前半みたいに木村雅彦を動かしたいと思ったかもしれない、うん、でも木村雅彦が動けなくなっちゃったのかもしれないし、うん、あの膠着状態はもっと長かったんじゃないですかね それだったら映像を編集する方も自然にカットしますよね。まず印象に残ったのはあの膠着状態。いや、膠着状態じゃないですね。力を込めて動かない状態が膠着なんで、あれはただ単に動作がない状態ですね。こ着じゃないのに動かない。きっかけはどこかわからないけど、あの辺から何かが起きて、お互いのストレスが後半の変な組み手になって。 膠着じゃなくてあれはただ単に動作がない状態です。膠着じゃないのに動かない。どっちかというとその後の変な組み手、えー、スタンド状態で木村が力道山の右腕をロックするシーンの方が膠着です。うんうん お互いにやたらと力が入ってどうでもいい組手でムキになってやり合っている感じですね。それで木村雅彦の方が力道山に何かを話しかけてるように見えますね。なんとなくですけどね。ここでは組んでお互いに何もしないのにぐーっと力を込めて押したり引いたりしてる。しかも相手を倒すための押したり引いたりじゃないんですよ。ただ力ずくで組んでる。あそこでお互いのイライラがぐーっときたんじゃないですかね。 試合が展開していかないんでお互いにストレスが溜まってる中で、うん、先にどうしようとなった木村雅彦がちょんと要は前蹴り,前蹴りですよね、うん、当時のキックボクシングをやっていない人のキックの技術なんて、うん、多分あんなもんだと思うんで、うん、柔道で言うと前に出てきたやつの膝をポンと止めるぐらいのものでしかないと思うんだけど、うん、お互いにイライラした状態であの瞬間を迎えたもんだから、うん、てめえはなんで金玉蹴ってんだよ、うん、で力道山がカチンとなって ゴンと殴った感じはします。うん、はい。はい。ちょっとこの辺ですかね。はい。ああ、よかったです。た<の>ムちゃんストップかかって。このままどこまで読まされるんだろうと思って。読まされる <laughs> <laughs> これ、鈴木さん面白いな。てめえはなんで金玉蹴ってんだよって。力道山がカチンとなって、ゴンと殴った感じはします。ここがおそらく力道山木村戦の核心、鈴木さんから見た核心の部分だと思うんですよね。あ、まだでもあるか。 確信の部分はありますけど、うん、きっかけの部分ですよね。はいはい、鈴木さんもやっぱり汚い試合、うん、数試合、はい、あのい,いくつか？そういう修羅場を経験されてる中での、はいえー、こう。心理的な要素も含めての分析なので。ここはすごく納得はできますね。はい、うんてめえ、何金玉欠点だよ。よ、うん っていうところから、えー、力道山さ,さんもカチンとなってお互いがこう力が入ってしまう、うん、そこからボタンのかけ違いが始まってしまうという分析、うんまあ、ここはあれでしょうね、あのー、鈴木さんらしい読み方というか見方というか一、うんまあ、種格闘技戦それからパンクラスの試合、うん、道場での練習、うん、それから今のプロレスも経験している。うん でエンターテインメントとしてのプロレースも経験している鈴木さんが、うん、お互いの心理を読みながら試合を見ているという、うん、ところがすごく鈴木さんらしいですね。うん、何笑ってます <laughs> あのごめんなさいね。はいはい、鈴木さん対してごめんなさいなんですけど鈴木さんも若い20代僕が新生優の頃 一緒に練習させてもらった時は割と尖ってる時期だったんですよ。うんはい、で、ふけは原が新弟子と,入っとして入ってきて、えー、結構鈴木さんも気分でスパーリングやられる方なのでなんかちょっと例えば柿あのー 恋ではなく、スパーリング中に、肘が鈴木さんの顔にとって当たったとするじゃないですか。芯の拳、流れの中で。って、はい、なると、鈴木さんも割とこう、こうまだ尖ってるんで、その時にカチンってくるんですよ。だからそこの自分の状況と引き道座の状況を、こう、うんうんうん 合わせててるのかなってい,うふうにいやそうですね、はい、だからこういろんな修羅場をくぐってきてそのスイッチの入る入らないっていうことも本人も、うんはい、本人というか鈴木さんも何度も経験してるでしょうし自分に照らし合わせながら見てるのか、うん、客観的に見てるのかは分かりませんけれどもだからこれ鈴木さんがご経験される、うん、まあ僕もありますよそういうの。えっとまあそこまで露骨じゃないですけど、うん、<coughs> 鈴木さんと 比べてじゃないんですけどでもカチンと来て、ちょっとそういうところ鈴木キは露骨だっていうことですね。露骨ですか。露骨ですね。僕の方がでも性格悪いかもしれないです。分かんないようにやるんで。あ、そっちに1票ですね。どういうことですか田村さんの方が性格が悪いという方に1票入れます。そうそうそうです。だから鈴木さんは分かりやすい。分かりやすいですね。僕はカチンと来たとしても、まあいいや。いやいや、カチンと 来でも、うん、あの見せる時もありましたけど、うん、見せないであそう来るんだったらこう来るよってこう相手に合わす感じでかぶせる感じ、うん、もしくは、うん、明らかにカチンと来てるのが分かるんだけれども、うん、1一泊を置くのが瞬間的にうまいですよね田村さんの場合は。1泊を置けますよね。 一泊冷静にけますそこすごいなと思います直情的にならないというかだから性格が悪いんだと思いますそれに1票ですねでも格闘技の技術技術っていう意味での僕性格悪いって褒め言葉なああまあそうですねだから事務生に対して上手い選手がいたら性格悪いぞっていう僕は性格悪いぞっていうのは褒め言葉だからねっていう意味で格闘技のある意味騙し合い そうですね。相手の嫌がることをついていかないと。そうそうそう、そういうこと。に結びつかないというのは。だから、鈴木さんの話に戻りますと、鈴木さんもご自分でご経験されてることを、力道山、木村戦に重ね合わせてるので、僕は鈴木さんの言ってることは、もうすごく負に落ちます。なるほど。これね、視点として大きく分けるとですね。視点として。この木村力道山戦を、 見るときの視点として、はい、プロレスラーとしての視点、はい、それから格闘家としての視点。はい、こいろいろあるじゃないですか。はい、鈴木さんって、この両,両選手のこの感情から見て取ってますよね。そこが面白いです。あ、見てますね。はい、うん、はいはい。感情からその試合の流れを汲み取っていくというか、うん。これまた全日本系の選手でもないし、新日本系の選手でもないし、うん、やっぱり鈴木みなるという <laughs>。 ジャンルの中での見方をしてるのかなという。ああ、でもね、うん、鈴木さん頭いいですからね、うんあの。頭いい、頭いいし、あの実力もあるし、うん、えー、ある意味、こう、尖ってる部分もあるんで、うんはい、ちょっと、まあ、憎めないところありますよね。僕、うんうん、の立場で言うと、吹け楽は大変だったんですけど、もう何から何まで大変でしたけど、あ 大変だったと思います。はい,はい。あの、聞いてないから、僕見てるだけなんで、うん,う,んうん。だから、まあ、その当時の、ちょっと力か、力関係というか、人間関係で言うと、鈴木さん、僕はい、1988年7月に、新生 UWF 入門新弟子として入門しました。はい、その1年後に、船木鈴木が入ってたんです。うん、で、えー、業界では、 船木鈴木さんの方が大先輩なんですけど、僕が UW に新弟子として、途中から船木鈴木入ってたんで、気を使っていただいた、うんですどで、なるほどその船木鈴木が入った後の初めての新弟子がフケカキアラ、老けかけ荒ら。はいはいはい、だからそこは、ね、フけかけアらは船木鈴木に対してはもう従順です。うん、主従関係もはっきりして、うん、く 稽古つけていただいたんで、はい、もう実力もはっきりしてるんで、うん、だかもう付け加記はもう、えー、お世話になってる分、無理なこと言われてもはいしかい言えない。うんうん、えっ、ー、とふなさん鈴木さんは、うん、その入門第一号の田村さんを、はい、どのように扱ってたんですか。やっぱりその親弟子扱いではなく。うんはい 扱いじゃなかったと思いますね。うん、あの、新弟子、んで子なんですけど、えー、なんていうんですか、なんか、こう、例えばシャワーとか、うん、こう練習どうしたらいいとか、えそうか、田村さんに聞かないと分かんないこともたくさんあるわけですからね。だからそういう意味です、こう、接点があって、よくこう話しかけていただいてたっていう感じはありますね。 ちょっと角度は違うかもしれませんけど、輪、うん、島が全日本入りしたときに、うんえー、プロレスとしてはみんな全日本の選手が先輩なんだけれども、輪、うんはい、島の方が年上なんだから、さん付けしろよ、みたいなことを馬尾さんが言ったらしいですよ、ね。ちょっと角度は全然違うと思いますけど、うんうん、なんか気を使われてたんですかね。な木さん、鈴木さんには。あ、気を使ってもらってたと思います。そこまで、その、スパーリングでも、そうん、いう、 可愛がり的なのはなかったですね。僕に対しては。へぇー。ふけキーにはあれました。あそうなんですかはい。もうギャーギャー言ってました、スパーリング。というカッキーなるほど。もうキーは大変だったと思います。十七歳ですから、カッキーは。十七歳。はい。もう世が世なら、盛森高久とか。まあいいや。だから、何でしたっけ何の話だ ななんんでこうっただえーとですねまあまあ要はそのお互いの心理を鈴木さんは映像を見ながら測っていってお互いにイライラしていたとうんう着じゃないのに動かない場面があったり最後の「てめえなんで金玉決定だよ」と力道山が激怒する場面しかりそのお互いイライラが試合の中で募っていったんじゃないかという。 ことですね、はい要約、はい、するとですねうん,うん、うんうん、す素晴らしいと当たり前のことなんでしょうけど、うん、あのご,ご自身で経験されてるねそこがおあの大きな違いだと思います、うんうん、だ鈴木さんもねすごいプロフェッショナルな方ですからね動きにしても、うん、もうえっ、ー、とね鈴木さんの動き僕すごく脳裏に焼き付いてますけどあの人がね 僕、よく回転体って言われるじゃない、はいうん、言われてるんですけど、はいそのまあ回転体ってどういう意味なのかは、うん、まあ回転するって意味なんでしょうけど、<laughs> <laughs> 滞りなくっていうことなんでしょうけど <laughs>、はいまあ、よどみない動きをしていくということですね。はい あのー、僕から言うとね、初代は鈴木さんです、ね、うん、なるほど。うん。船木さんとはまた違う。はい,はい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 。天的なあそうか、確かに、うん、船木さんって回転体っていうイメージはないもんな。うん、技巧派ですね、鈴木さんは。んは元祖回転体元祖回転体だと思いま本家ですね。回転体で元祖回転隊。元祖と本家の違い。はい。 あのそこでロイヤリティがまた変わってきたりするんですね、<laughs> もう全然意味が分かんない <laughs> <laughs> そ,そうですね、あの人の動き、うん、鈴木さんの動き見て、僕はすげえなと思って、<あ>そこをちょっと真似してみたいなっていうところはな、ねうん、るほどね。うん、じゃあもう多大なる影響を与えてるっていうことじゃないですか。うん、回転体でいうと、船木さんは船木さんで別の角度で多大な影響を与えてるでしょうし。 船木さんはもう足首固めがもうなかされました。うん、もう座れなかった。なるほどねあ。あのー、足首固めた。足首をコク,クッと、まあ、念座みたいな感じで曲げるんですけど、はい、もう念座その治ったかなと思うと、また決められて、うんうん、でまた治ったなと決められて。うん で、もう常に痛いんですよ。ああ、常に痛い。常に座れないんですね。お父さん座りっていうんですかああいう座り方ができなくて。あなたが噛んだ小指が痛い。いいですね。良くないですね、今のは。非常に良くない流れですね。なるほど。圧縮。だかこれはね、カッキー、ふけカッキーも犠牲者で、僕も犠牲者ですけど。 かね、お腹されましたね新弟子1年目の頃って、前田さん、高田さんともスパーリングやるんですよね。はい。はい、ですよね。はい。まあ、これはちょっと別の話になるからいいかな、うん。だから、前田さんの、前田、高田、山崎さん、うん、なんで山崎さんだけ 山崎だけさんですけど。前田さん、高田さん。山崎さん。変だとここだわらないていいですから。いや、あの、船木鈴木ってこう流れの中で呼び出せんするときありますけど。今、前田高田、山崎さんと。前田高田って言ったから。前田高田、山崎さん。最後に3つけちゃったからダメなんじゃないですか。前田高田、山崎。まあいです。よかったんでえっと、それ、船木鈴木、え 宮戸中野安城さんは。た田さんつける。まいはい。全然違います。違いますか。ああ、そうか。そ3ブロックあるわけですね。前高山と、あ、なしと。前田さんと、前田さんと高田さんも違います。はあ。あの、圧力と接し方は。はいはいはい。山崎さんも違います。うん。船木さんも鈴木さんも違う。 トータルで言うと船木さんですかね。バランスで言うと。まあ、バランスで言うとね。はい。だけど、鈴木さんは、こう、瞬発的な動きはね、うん、もう超、超超一流でしたね。うんす,すごかったです。今でも、もうそのね、1989年、90年か、の鈴木さんのそのスパーリング、のガチの決めっ子の、 スパーを、僕脳裏でしかないですけど、あれ映像でやったらすげえなと思いますね。残しとけばよかったみたいなのがありますね。でも僕もその動きできますけどね、今。<laughs> だけど、はい <laughs> <あれ>。<laughs> <laughs> です <laughs> 対抗しやがって,てきな。いやいやいや、本当に負けず嫌いだ,、うん、だいや、それはね、でもね、僕の動きを見て、うん、ちょっと僕をなんか、相手によってちょっと使い分けるんですけど、なんか変ですか いいや、マイクが光ってるから、ね、あ光ってます光っててかますか、はい、相手によって使い分けるんですけどその僕の動きをこの動きは鈴木さんだよっていう照らし合わせてほしいですだから鈴木実はその1990年の時にその動きができてた僕はそのまだもう本当二25歳ぐらいかな2 5五6歳ぐらいですけど鈴木さんはもう212、うん、とかで。うん その動きを完成されてるんで、だから鈴木みのるさんの動きはもうえーっとまあ一つもう皆さん唯一無二ですけど船木さんも唯一無二の動きで鈴木さんの唯,唯一無二の動きでだからその瞬発の動きでいうともう鈴木さんですね断トツ、はい。 とというこで今回は鈴木みのりの瞬発力のお伝もう途中めんどくさい。めんどくさいなと思ってたでしょ。思ってた途中。だいぶ長くなったんじゃないかなと思いまして。本当だ、22分。じゃあ一回切りましょう。鈴木さん、長いですから長い。いやいや、鈴木さん、長いですね。違う違う。このコメント自体が長い。コメントが長いから、ちゃちゃっといきましょうって話ごめんなさい。もう私が長くなっちゃう。いやいや全然大丈夫です。じゃあ1話目、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。